久保さん。久保さん。なんか昨日ですね、こんな悩みをいただいてメッセ、メールいただいたんですけど、まあこんなメッセージもらった、みたいな。まあ結論、誹謗中傷ってやつですかね。誹謗中傷。まあアンチみたいな。うん。で、なんかもう、まあ、精神的にきつそうだったんですけど、 まあ、発信するっていうことは、受け取る人がいるので、受け取り方、まちまちなんですよ。人それぞれ。だから僕の、なんだ、うーん、アンチも、たくさん、たくさんいるだろうし、うん。で、僕が出した答えが、あの、えーあ、アンチの人、うんうーんと、なんだっけな。えー、 アンチ、アンチ、なんだ、アンチがアンチできないほどやるっていう、これですね。アンチがアンチできないほどやる。これが僕のが出した答えですね。あ、こいつに、こいつ、こいつ追ってたら、人生終わっちゃうな、みたいな <laughs>。あの、お正月ね、こうさん、お正月、僕ライブ久しぶりにやったんですけど、その,あの、ファンの人が見てくれてて、あの、 こんなコメントがあって、吉谷さん、あの、信者も追いつけないほどの量ですね、と。<laughs> そう、あの、アンチも追いつけないし、もはや信者も追いつけないっていうね。<laughs> どこ目指してるのっていうね。まあ、リニアモーターカーみたいな感じですね。<laughs> だから僕はもう、なんだろうな。あの、そんなスタイルですね。はい。別に、僕のアンチになってもいいけど、あの、多分、 ついてこれないよっていう <laughs>。僕と、この億万長者合宿のメッセージも一貫してるっていうか、まあ一つしかないんですけど、やれなんですよ。だから圧倒的にやって、とりあえずやれと。そのメッセージを伝える。だからその動画の内容を見るとか、動画の内容じゃなくて、もはや行動を見ろと。<laughs> 動画の内容はどうでもいいと。だって動画の内容って人それぞれじゃないですか、受け取り方。 だから行動を見ろと。この、その人の行動を見てほしいと。で、誰よりもやって、誰よりも、うん、やると。言ってらっしゃい。